はい、こんにちは、前川です。今日もブログをご覧いただき本当にありがとうございます。では今日はリスクシリーズの、第1弾ですね。このお金っていう部分に関してお伝えしていきたいと思います。で、お金どういうことかっていうと、うちのケースでいけば、治療費が1万2000円ですよと。1万2000円ですね。そもそも、こんだけ払う価値あるのかっていう部分なんですね。1万2000円払っていったにもかかわらず、いつも受けている整骨院のマッサージと同じ内容だったってなったら、どうですか？むっちゃ損した気になりますよね。1万2000円払ってやってもらったけど、別に普段の500円と何も変わらへんやん。そういうリスクがあるんですよ。患者さんからしたらね。これ、1000円とかでもそうですよ。今1万2000円出しましたけど、例えばあなたの治療費が1000円だとしても、患者さんは、ほんまにそのお金を払う価値があるのかどうかっていうのを考えてます。このリスクをいかに消そうかっていうふうに思ってるんですね。で、人っていうのはお金を失いたくないというか、損したくない。もしかしたら大阪は特にそうかもしれないですね。お金を損したくないっていう気持ちってとても強いんですよ。とても強い。ちょっとでも得したいなっていう気持ちがやっぱりあるんですね。だから、このリスクをいかに下げてあげるか。お金のリスクですね。いかに下げてあげるかっていう部分になってきます。なので、このお金のリスクを下げるために、今、いろんなところで使われているのが、消しちゃおう。フロントエンドってやつですね。まあ、お試しってことです。お試し。うちであれば、うちは通常、初回1万7千円になります。1万7千円の料金になります。これが初回、何々持ってきてくれたとか、何々見てくれた方だけ、2980円にしますよとか。こうすることで、金銭面のリスクっていうのは下げてあげることができます。下げてあげることができます。で、もしくは、2980年すごい安くなってるけども、これでもお金を払うっていうリスクはあるんですね。そうやってもこの価値だからどないすんねんっていうんですね。に関して、全額返金ですね。保証をつけてあげる。もしくは、2倍返金してあげるとかね。こういう形で、お金を払うことに対してのリスクですね、をしっかり取り除いてあげてください。はい、で、新規が集まれへん、困ってる人がおったら、もうこれやったら集まりますよ。通常、安くしたら。これを地域でどこの院よりも安くしてください。どこの院よりも。これ1万7000円とかにしてて、特別価格の1万2980円とかだったら誰も来ないですね。全然お得感ないんで。はい、まあ、こういう感じでお金に対するリスクっていうのを、減らしてあげる。他にもね、いろいろ方法はあります。例えば、これで3回してあげるとか。でもいいですね。1980でまず3回しますよ。それダメだったらお金返しますね、とか。いろいろ考えられたらいいですね。うん。もしうちにこれで来てくれてダメだったら、次行くところの治療費1ヶ月分払ってあげますよとか、そういったのもいいですね。そういった感じで、お金に対するリスクですね、しっかり取り除いていってみてください。
ったこういったパターンね、いくつかご自身で考えられたらいいかなと思います。という感じで終わっていきます。さよなら。